まあ、明るいというか可能性のことをおっしゃりたいと思います。和音というのも、いわゆる7年半、アートというものに興味を持った、なんか加齢臭が好きなおっさんが7年半やってるわけですが、その中でアートというものに関わってきたのもあるんですけど、今回の、最後の自己紹介というのはその中で、2014年から、10年目に向けてワンオプロジェクトというものが今何を目指しているかということをなんとなく映像で流そうと思います。といってもね、長いと皆さんから出てしまうので1分、今回40秒ぐらいですからね、やりますけども、まず見てください。でその後に、今登壇されているゲストの、シンボーナさん、それとシークルというか隠れてないかもしれないけど小川君という小川さんというゲストを交えて4分の話、3分の話をしていこうと思います。あと1時間ありますけども、皆さん注文しながら話をを着て歩いてる私を眺めてる人たちなんですけど、
でこれはあのその場でみんなでつなげた新聞を絨毯のように広くしてその真ん中に私が入って吊り上げられたらこういう形になります。すごい高いですよね。はい、30メートルぐらいありますね。うわ、これはあの中国の日中現代日中交流協会ですね。これは、場所変わりましたね。あ、そうですね、これベネチアですね。ベネチア、あそこの広場ですか。あ、これはね、別ですかね。ベネチアのサンマルク広場ですね。で、これ毎日パフォーマンスをしていたので毎日ドレスを作ったりとかしてたんですけれども、最後の最後に一つも新聞がなくなってしまって、あの公園でのゴミ箱から拾い集めた新聞をつなげて袋を作った。壁人間ですね。壁人間、通りすがりの人すごい見てますよね。話しかけられている様子もなく、見ながら皆さん避けていかれているような。皆さん勢いを感じる感じですね。すごいですね。うん、これもうなんかあのちょっとサンマルク広場で写真を撮るためにパフォーマンスを始めたんですけれども、あのみんながあのついてくるので、なんかこう塗りどころがなくなってずっとこれ1時間以上さまよってます。先ほどあの端のところ出てましたけど、すごいついてきている感じがありましたね。そうなんですよ。ガロガロって言いながら。路上パフォーマンスの人ですね。また場所変わりましたね。これは神戸で、あの東山サミットの前、あの環境サミットの前の環境総会合があった時に、あの子ども環境サミットというのもあって、あの世界中から集まった子どもたちが自分の国の新聞をつなげて、あの地球を表したようなドレスを作りました。昼間中が新聞に、新聞一面となってますね。そうですね。で、みんな言葉がわからないんですけども、なんかこう身振り手振りで、なんかみんながあの世界中から集まった子どもたちがやることわかってスカートの中に入って、はい、頭が出てき始めてます。そうです、偶然モグラのような感じになってますけど。そうなんです。偶然一人があの破いてしまったので、みんながもうね、破る遊びになっちゃいました。だんだんちっちゃくなってきましたか。結構撮影の方でかかったんですけど、なんかあるんで、このね、怖い瞬間ですね。バーって破るのね。そうです。殺されそうになる時あります。子供の勢いですね。あの、はい、すごいパワーでしたね、先ほどの映像で。パフォーマンス1箇所、あの大阪港のところの。そうですね。これは大阪港の箇所で、あの現代芸術英雄展っていうのをあの毎年やってたんですけども、と英雄っていうのはあの私たちの現代芸術家たち のグループですね。すごい、いっぱい子どもたちが目立ちますね。親子連れの方が目立ちますね。そうですね、この方たちは普通あの近隣から見に来てくれたあの親子連れとか幼稚園の人たちですね。で、いつも私が途中まで準備するんですけども、あの来てくださったあの子どもたちや親子連れや、あのその場に居合わせた人たちがパフォーマンスをしてくれます、一緒に。で今新聞を真ん中に持ってきてドレスにしつつあります。なんか真ん中にいる人ですかね。はい、そうです。高くなってきてますよね。そうです。帯状になった新聞を真ん中に集めて、こうクレーンで釣り、あのこう乗降式のクレーンで上げてます。何でしょうね、この映像を見てるだけで楽しくなるようなところがみゆさんのパワーかなって、なんかこう言語はできないような何かの力がありますよね。そうですね、なんか来た人がそれをこうアートと思ってくれなくてもいいので、自然となんか加わりたくなって加わってくれて、で、遊んでるような感じです。子どもたちがすごいじーっと見てるのが印象的ですよね。すごいこの年の子どもたちってすごく遊んでいただったりとかするんですけど、すごいじーっと見て、そうですね、入ってきます、入ってきます。うん、で、なんかこう
って、自然と入っていってくれますね。すごいなんか自分の集中力を高めてね、見てる、その興味を持って見てるっていうのがすごいなと思って。なんか、なんかこういうふうに、なんかやってくださいとか、はい、なんかやりなさいって言うと、はい、なんかこう、あんまりやりたくなんかないがあるんですけども、なんかちょっと恥ずかしがって、ちょっとね、若干の距離、その微妙な距離なんですけど、そうなんですよ。なんか私たちがすごい楽しく、面白いことをやっていると、みんなが寄せてって来て、一緒にやってもいいって入ってきます。で、なんか、その子供たちは子供たちで、また新しいアイデアを考えて、付け加わってくれますね。こんなことやってもいい、あんなことやってもいいっていう風に。ちなみに最近僕よく自己紹介なんですけど、ミニクさんの新聞ドレスを下によくいてますって言うんですけど、スカーフの下着で、まあ、このクマのやつでもなんか僕なんか言ってましたけど、そうですね、そうなんです、そうなんですが、いつも作品が巨大なので、そうなんです、中を支えてくれる人が必要なんですけれども、はしごしたいと思います。はい、スカーフの下に入ってくるカメラマンをカメラを持ったりしてるという気を伺ってます。はい、中国にも熊本にもついてきてくれました。いつも急に呼び出してありがとう、ありがとう。会議中は不動明みたいな。はい。で、今この映像は何を作っているかというとですね、これも20メートル以上ある巨大なテディベアを作ろうと思って、で、これは神戸の旧キート海岸。今のヒートですよね、こう改装されてアートセンターというようになってますけど、そうですね、そこを取り壊す、改装することになったときに、中をどんな風に自由に使ってもいいっていうことで、どんなに汚れてもいいっていうことで、みんなでむちゃくちゃな展覧会をしたんですけれども、私は20メートルぐらいあるテディベアを作ろうと思って、でそんなことを1ヶ月かけて20メートル以上のスペースを借り切ることはできないので、まあ、これはいい機会だと思って私はそれをやろうと思いました。今は袋の中にですね、袋はこれ神戸市指定の、そうなんです、ゴミで作品を作っているので、ゴミ袋に新聞を丸めて入れようと思って神戸市指定のゴミ袋を作ってます、ね、今、はい、熊を頭の上から足の方が遠いところにありますね。頭の上から見てる状態ですね。今運び込まれたのが頭です、ね、ちょっとテディベアの感じが見えてきますね。そうですね、テディベアが寝ていて、それを頭上から見てます。で、ちょうど手前のところが頭で、はい、左右に手があって、ちょっと足のところが今機械の外側に投げ出されてます。そうです、取れますか。皆さん分かりますか。心配することないもん、ね、これはテディベアを横から見てますね。今胴体を膨らましていこうとしてます。人と比べると大きさがよく分かりますよね。そうですね、これ頭上から見てますね。これを上から見てる状態です。はい、映像がついてる感じですね。はい、そうなんです。こういう風になんか、ね、作り方はめちゃくちゃ簡単なんです。作り方はめちゃくちゃ簡単で誰でもできるような、でもそれがミニクさんのコンセプトですよね。こう、はい、誰でもドレスを作れる。そうなんです、どこにでもあるものを使って誰にでもできる、技術を使わないで大人も子供も誰でもができることで作品を作ろうと思っています。私じゃなくても誰でもができる作品も作ろうとしています。いつでもどこでも誰でもが楽しめるアートだったらいいなと思っています。なので、そうですね、これはなんかあれですね、みんながお家で簡単にドレスを作って遊べたらいいなと思って、作り方を
示してます。やっぱミクさんのそのワークショップ、ドレスワークショップに参加していつもが、そのちっちゃい女の子とかすごくなんかこう輝いた顔するじゃないですか。なんか私お姫様みたいな。はい、そういうのはすごく、うん、力を感じますね。そうですね。なんかいつも、ワークショップの時は、じゃあ最初にまずこういう風にしてください、次にこういう風にしてくださいという風に説明はしないで、みんな好きなようにやってもいいよっていう風にまず言います。で、私が大体こういろんなものを作って楽しんでいる姿を見ると、みんなも私もやっていいよ、私もやっていいよっていう風に私も来たい、私も来たいってなって、勝手にみんながもう自分の作品を作り始めて没頭しますね。だからまさにこう言葉に、なんだろう、言葉でそのミクさんのパフォーマンスを説明するのは非常に難しい部分がある一方で、可能性みたいなことをすごく示しているんじゃないかなと思っています。そうですね、言葉で消費者に関係するんですか、はい、言葉で説明しない方がいいなと思って、なんか言葉で説明、まあ、今トークショーですけども、なんか言葉で説明されると、なんかそのワクワクした感じとか面白い感じが分かりにくいような気がしてそうなんです、はい。で、まあ、そんなこうミクさんのこう可能性を示すような話がある一方で、ね、シークレットと言うべきなのか全然隠れない、全然隠れない、全然喋ってもいないっていう人がいるので、ちょっと聞いてみたいです。お待たせしました。自己紹介できるのがした方がいいではないかと思います。小川と申します。よろしくお願いします。拍手してね、拍手。なんでここにいるんでしょうね。今何されてるのか教えていただいてもいいですかね。なんか5分だけ話してくれっていう初め依頼がありまして、すいません、来たんですけど、1時間というすいません、無茶振りで。お母さんの楽しみかけてたんですけど、そうなんです、すごい、まあ、先のストーリー、いろいろやってまして、まあ、そのやってることをちょっと、言いますのではないかなと思ってます。で、私、14年ぐらい会社員を経て、まあ、そこを辞めて、文具とカフェの店スイッチというのを、まあ、和歌山市内で、始めました。で、ここではですね、まあ、普通のなんかカフェは面白くないなと思いまして、なんかいろんなやつなんか面白いイベントとかコンビネーターにやっていこうということで、始めまして、まあ、次の、まあ、こんな感じで、まあ、狭いんですけど、いろんなね、まあ、写真教室とか、まあ、そういう、教室系もあれば、須田さんが来てくれて、まるまる会ですね。僕ね、夜10時半まで終演に頑張ってます。はい。とか、そんなさまざまなイベントを開催しておりまして、次の動画ですね。あ、違いました。まあそんなので入れまして、ちょっと。街づくりっていうのはあんまり好きじゃないんですけど、一番これ街づくり会社ってありますけど、そういうのを、今年の2月に作りまして、まあ、マンション、このマンションなんとかしてくれっていうオーナーさんに対していろんな企画とかコンテンツを、まあ提供していくというか、そういうことでやってます。イノベーションって具体的にどういうイノベーション、イノベーションは、まあ、和歌山市内に見てくれたら、いっぱい有形不動産とか空き家とか、空き瓶とか増えてきてまして、そういうところを使って、そこに面白いコンテンツを、まあ、入れて、まあ、それを街に波及していこうという、そういうイノベーションです。お茶まだ具体的にコンテンツっていうのはちょっとコンテンツがちょっと気になってて、いやショップなのかクリエイターを入れるのか、まあ、ショップもありますし、そのクリエイターとか、あ、そうですよね、アトリエっぽい感じもね、そういうのも、まあ、その場所によってやっぱり、ね、そこの土地の歴史とかそういうのを考えながら、やっていきます。なるほど、場所を考えながらいろいろと、そうですね、場所とか歴史とか
るし、まあ、そういうのがあります。で他にもですね、なんかいろいろやってるんですけど、岡山の教育図書館っていうのコーディネーターやったりとか、コーディネーター、はい、なんかこのメディアアートホールっていう大きなホールがあるんですよ。これここで何かしてくれ、おー、結構かぶりですね。ホールっていうのは普通の劇場のようなホールっていうことですかね。そうですね。メディアアートホールっていうのがどんなのかなっていう。いや、普通のピアノ、なんかコンサートできそうなホールなんですけど。あー、なるほど。そういうところで、まあ、僕が言われたのはなんか本に関わる なんでもええからイベントしてね。それは受ける方が多分素敵ですね。すごい素敵ですよね。ざっくりすぎる。ざっくりすぎる。とにかく受けに。すごい大きな振りですよね。そうなんですよ。うん、やりますっていうので、まあ、やらせてもらってるんですけど。やりながら、あとこれはですね、気象映画祭って呼ぶんですけど、S がめちゃくちゃ多い。これ S 数えるの大変なんですか。初め3つで、あとが6つなんです。まあ、初め3つで、あと6つ。はい。奇襲奇襲で、なんかこれはなんか波の音のオノマトペネットで調べたら出てきまして、それと、まあ、和歌山の奇襲をかけて、まあ、それをメニューにしました。で、これ実は3日前ですね、はい、開催してもらったんですけど、海辺で、まあ、初めは海辺でなんか映画見れたらいいなライブをベレベレ始めようと思ったんですけど、そのここでは、ここは、まあ、和歌山市の加賀っていう漁師町で開催しまして、まあ、そこでこんなイベント、イベントというか、こんな映画見たいんですよって言ったら、なんか空き家いっぱいあって、なんか使ってくれとか、いろいろ言われるわけですよ。で、なんかその空き家を、昼間は空き家を使って、主制作映画とか調整しながら、夜は野外で。家の横でなんか大きなスクリーンを作って、まあ、映画を見るというのがそういうので、去年は1000人以上のお客さんが来られまして、今年はまだ集計してませんけども、多分去年よりは来てくれているようです。はい、そういうイベントで、これはクリエイティブアワード関西のグランプリをいただきました。新年はありがとうございます。いやー、去年ね、クレジオの関西さん、まさか奇襲映画祭かと思ったら思わなかった。まさか、僕はびっくりした。手が震えたくらいだった。びっくりしました。びっくりしました。震えた感じがあった。他の方結構ね、すごいイベントやってるんですよ。まあ、まあ、そんなのしながら、今は琵琶湖ビエンナーレで、この開催してて11月9日までやってるんですけど、ゲンダーアートのイベントの事務局長として、まあ仕事をしてというか、なぜかここに滋賀県にいるみたいな。すごいですね、和歌山から滋賀県に飛びましたね。そうなんですね、もう4月からずっとここに住んでまして。あ、そうなんですね。あんまり和歌山に帰ってないんですよ。なんか、こういう、まあ、外国が結構来てまして、なんです、なんか英語で喋られるんですけど、英語全然できないので。いや、同じは英語喋られるのに伝わるから大丈夫です。なんか行けてるみたいな。こういう感じで、こういうなんかこう古民家っていうか、江戸時代からなんかこう守ってるような建物をメインに、まあ、14階級です。そうですね、近江八幡の時代は公立の建築があったり、街並み、歴史的な景観があったり、お寺があったり、すごく歴史が深い、いろんな建物があったりとか、重なって、歴史とか重なってるような街ですもんね。そうそう、そこと、なんかこう現代の大工の鉄板、いろいろ入ってますよね。大工のアーティストとか、結構、帯八幡自体も結構外国の方が多い印象ですね。そうです、なんか観光客が増えてるみたいで。しながら、まあ、来年はっていう話なんですけど、来年は地元に帰って、和歌山サローネ、ビエンナーレでも、トリエンナーレでもない。サローネ。いや、イタリア、イタリア。ミラノサローネってあるんですよ。イタリアの、ね、ミラノでやってるとか。どういうなんか、まあ、そのミラノサローネはどちらかというと日本人とかそういうイベントなんですけども、まあ、さっき三村さんもおっしゃってたように、なんか結構アクデ芸術のイベントが結構アクデっていう中で和歌山でやる
みかん。ああ、でも。みかん、みかん。みかん。いい子ですね。これ、イメージ。あ、そうです。和歌山らしい感じですね。メタモルフォーゼ。メタモルフォーゼ。これ、ちょっとテーマ、テーマ。メタモルフォーゼ。これ、思いついたのは、美少女カメル、オアドリーっていうのが調べまして、変身するときに、このメタモルフォーゼ。本当にお母さんにとメタボ系だと。あのプリキュアとかも確か変身メタボルフォーゼですからね。この中とかもあると思うから、そういうのを説明から、なんか新しい感じがあると思うんですけど、そんな感じで伝わしてます、ね、まさにそうしてます、ね、多分聞いてる人が滋賀の人か和歌山の人かわからないけど、あ、僕は和歌山の人です。すごい、あ、振り幅が広いですよね。そのホールのコーディネーターもやったり、ビエンナーレの事務局もやったりね、スタバックしてるんですけど、そんな感じで入ってみましょう。まあ、その中で立ち位置的にはあの、まあ、アートニピオの僕と、エナジーニユキさんと、滋賀県と和歌山県で、アートプロデュースしてる、ね、小川さんとで、なんかこの展開の感じがあるんですけど、どうですか。いや、だからすごく今日小川さんにシーフロードゲストをお願いしたりとかするのは、まあ、非常に柔軟ですよね。なんかそのなんかこう頭ですごくアートを感じなくて、なんか多分面白いからやってるとかある。そうです、もうそれしかないですから。そうです、そうパワーですよね、うん、で去年クリアワードで僕が予想以上に票を取ったのも嫌なんかなんていうか、いやでもやっぱりそれは伝わってますよ、ね、なんかあの一緒に行かさいっていうのを僕の企画段階でお話聞いたんですけど、あの本当小川さんのイメージなんですよね。なんかここでなんか爆弾とかが見たいと。そうそう、それだけです。しかも冬に連れて行かれて、ちょっと寒い中で野球のグラウンドで、なんかあのここで俺爆弾とか見たいなって、こいつは何言ってるんだろうって思うんですけど、でもその勢いっていうのがやっぱり、やっぱ小川さんの力かなと思いますね。ありがとうございます。それしかないですね。いやいやいや、これは本当に素晴らしい。だからついていくのかなと思います。小川さんが見たいと思ってたんですよね。それが面白いと思ったんですよね、自分が。そうそうそう、これが面白いかなと思って。自分が面白いと思うことっていうのはやっぱりそれだけパワーがあるし、まあ、ミンクさんのパフォーマンスにしても僕は多分ミンクさんがされてることが多分一番自分が好きだからやってると思うんですよ、はい、それがすごく伝わってくるから、あの周りの人もこう笑顔になるかなと思いしますね。そうですね、なんか去年ニューヨークで展覧会を やらせてもらったんですけれども、なんかそういう、なんかニューヨークとか、なんか大きいところでオファーがあるたびにすごい緊張して、なんかそのニューヨークでどういう風に対策していったらいいのかなとか、なんかいろいろすごい考えあぐねるんですけども、なんか考えあぐねてあぐねていろいろキーボード対策を考えた結果、自分が面白いと思うことをやろうって。それが一番いいですよね。そうですね。伝わりますね。そうなんですよね。それとそれと、なんかその日に来てくれた目の前のなんか、まあ、2000人ぐらい来たんですけれども、でもその目の前にいる一人の人がおもろがってくれることをやろうとといつも、ね、考えてます。はい、一緒です、一緒です。そうですね。でもそう考えると結果がうまくいきますね。はい。いや、でもその何でしょう、うん、やっぱりそこはやっぱり頭で考える、さっき三浦さんの話とかも一緒になったりもしたんですけど、まあ、頭で考えることは大事なんだけど、その感じたままに動くことも大事かなと思っていて、まあ三浦さんは自分から発するパワーがすごくあるんですけど、小川さんのね、あの違うところが小川さんって結構頼まれやすいんですよね。そうなんです。だから地元のおっちゃんとか頼まれて、いつも会うと困ってるんですよ。でもその中でそこをこう拒否しないで、なんか自分で何とかしないといけないと思うと、それがおばあさんの素敵なところはよくお願いします。研究されてますね。いやいや、研究してますよ。それなかなかね、ないというか、うん、すごく非常に何だろう、気づかないうちに大きく、自分が思ってる以上に大きくなってるなっていうのがすごく印象として、そう。それは人柄だったりとか、面白されに対して面
面白いということを共感してくれた人がすごい多いんだろうなっていうところですよね。これニューヨークの先ほどおっしゃってた西澤さんのあれですかね。そう、私あれですかね。なんかミルクがありますね。これで行きましょうかね。
その先生たちが死ぬか死なないかぐらいのお年になった時に、たまたまですけど、たまたまというかね、まあ、そのまま気がつかれて死んでいた先生たちもいると思いますが、たまたま白髪先生たちは5億5000万円の目になるような先生になって今評価が上がってるんですよね。あ、そうですね。で最近まで芦屋市立の、美術博物館で画材の展覧会があったりとか、はい、あと近くでは兵庫県立美術館に白髪先生のあたりとかの収納品があるので、まあ、もし常設展に出て結構出てるんですけど、はい、出てるのであればまた皆様行った時にぜひ確認してください。まあ、そうですね、ちょっと作品入れ替えがあるので出てない場合もあるんですけど。そうですね。で、ただ私は学生の時にその先生たちに美術短大で出会ってずっとついていっただけなんですけれども、その私が去年、先生の弟子だったので、その話がね巡り巡って行ったんだと思うんですが、グッケンハイムから正式にオファーをもらって招待されることができたんですよね。この時パフォーマンスをされたんですか？そうです。このブッキンハイムではパフォーマンスをして、でその時にニューヨーク近郊に住んでいるキュレーターさんが1ヶ月半私たち のお世話をしてくれたので、そこにレジデンスをしてニューヨーク近郊でずっと展覧会をしたり、大学に教えに行ったり、テレビとかラジオを見てたり、なんかいろんな美術館でまた展示をさせてもらったり、何十個も のイベントをこなしつつも1ヶ月半だったので、最後の最後に物件配布でメインイベントの、はい、春望なイベントがありました。なるほど、いろいろ招待されていろいろな活動をされたということですね。そうですね。これですか、なんか奇襲奇襲映画祭でビルさんがこうコラボするプロデューサー言いませんか、ね、ビルか、うん、どんちの映画祭で、いや、もう指示が回りますね。呼びを広げて待ってますちょっと身の上でちょっとクレーン使でも面白そうですよね。海の上っていうその新聞は水に弱かったりとかもするので、それがどういう風な化学反応が起きるのかっていうのを見てみたい気がしますけど。ちょっとね、上に上げてもらっていいですか。そうですね、これがね、ちょうど この辺の模様が、グッキンハイム美術館で、数万人の、会員さんがおられるんですけれども、その数万人の会員さんが、年に何回か、アートアフターダークかなんかって言って、アフターダーク、はい、なんか年に何回か、そういうアーティストを呼んで、夜の、少し、お酒が出て、DJ とパフォーマンスと展覧会を楽しむイベントがあるんですけども、そのゲストに呼んでもらったんですよね。でその時にだから何万人かのお客さんの中から数千人が来るイベントなんですね。ウィズ・セン・ビジターって言ってあるんですね。1000人集まったってことですね。最先人の紹介ゲットっていうことですね。そうですね。でその人たちがいる、なんかこの上を見てもらったらこの有名なぐるぐる巻き の螺旋階段が見えると思うんですけど、ちょうど上のところですよね。そうですね、上のところに今、はい、物件入ってちょっと拡大されましたけど、ちょっと階段のところに今人がいらっしゃるんですけど、そうですね。で数千人のお客さんがいるところにその場で作ったドレスを着て出てきたところですね。でなんか私の先生の作品でその作品この上を歩いてくださいっていうその先生の作品の上をお客さんが歩くっていう美術作品すごい有名なんですよ。この上を歩いてくださいっていう作品なんですけれども、で
私の師匠がこの上を歩いてくださいというのを作っていたので、私はこのドレスの下を歩いてくださいという作品にしたんですけど、でその私のドレスのトレーンがこうずっと引いてるんですけども、その下をお客さんが歩く作品になっています。もうちょうどあの矢印が出てるのがそうですね。これ今あのちょうどさっき虫眼鏡が出たところ、みゆきさんがいらっしゃる場所だと思うんですけど、ちょうどタコトのところ、ちょうど左端ですかね、今ちょうどこれの裾ですかね。あ、裾がね、後ろの方にね、ずっと、はい、そうですね、手前の方までずっとこう来てますね。で、まあ、ちょうどあの人がわらわらとみゆきさんのタコトに、そうですね。であのこのね、あの武器販美術館の中にはあの DJ も頼まれたんですけどDJ ですか、はい、なかなか斬新な美術館ですね。そうなんですよ。でここにはね、あのビヨンセ の, あ の, しあのビヨンセ の, あの専門のパーティーの DJ をやってるあのすごいね、世界的なあの DJ さんたちも来ていたんですけれども、あの私はあの自分の知ってるし曲しかね、あの乗れないと思って、誰のアドバイスも聞かずに、あのドリフターズとか、あの植木仁とか、来たあのニューヨークで、そうですよね、あの美空ひばりをかけていたんですけど、そしたらその、ね、あのニューヨーク子たちがすごい、全く聞いたこと、全く聞いたことないねってすごいね、なんか乗ってくれていて。DJ が来るだってすごい評判でした。すごいですね、植木仁とドリフターズで踊るニューヨーク市民。そうなんですよね。でもなんかすごい、あのなんかやっぱりこうグッキンハイムにすごいこう気を触れしてですね、本当はあのどんなすごい技を使ったらいいのかなってすごい健康の対策を考えたんですけど、めっちゃ考えたんですけど、でも結局考えれば考えるほど、あの世界一の一流の場所で、一流の人たちが集まっている場所で何をやってもダメに決まっているので、いつも通りにしようと。そうなんですよね。で、すごいあのいつも通りにめちゃくちゃ楽しく、すごい楽しくてしょうがなかったんですよ。そしたらあのこのニューヨークの人たち、私たちは英語も何も喋れないんですけど、通りの楽しい感じが、なんかみんながすごい楽しんで、なんか盛り上がってやってですよね。すごい写真からいい空気などが伝わってきますよね。あのみゆきさんの周りにはすごく写真を撮っていらっしゃる方とかも見受けられたりとか、まあ、外に目を向けてみると、あの普通に観覧されてる方、食べ物を持たれて、あの楽しくやってらっしゃる方とか、お酒飲まれてる方とか、すごく、なんだろうな、場所だったりとか、すごくいい空気の感じ、皆さん楽しんでらっしゃるなって感じで、楽しい時間を見つけて、過ごしてらっしゃるなっていうのが伝わってきますよね。そうですね。で、なんかあのこの、あの記事が、あのニューヨークタイムズにあの少し載せてもらって、はい、で、なんかその聞くところによると、そのニューヨークタイムズも少し載るのも、すごく、どんなにたくさんね、あの展覧会があるので乗らないらしく、であの乗せてもらったので、このブッキンハイムの方もあの初めてこのイベントがニューヨークタイムズに乗ったっていうので、すごい喜んでくれはったんですよね。だからあのなんですかね、ものすごいね、気遅れしてあの緊張していったんですけども、あのなんかブッキンハイムの人たちとも仲良くなれたし、あの来るお客さんたちも多分ね、私たちが見たこともないようなセレブな人たちだったんですけど、このイベント中はものすごい友達のように盛り上がって、あのそうなんですね、どんなあの人もどんな一流の場所もなんかどこも一緒だなと。英語で何て言われてますか？ニュースペーパーウーマンですね。ニュースペーパーウーマン、あ、でもニュースペーパーウーマンなんですけども、でもね、新聞女はあのなんか訳さない方がいいって言われて、新聞女は新聞女、新聞女って言われてました。新聞女、それ語感の問題ですか、それとも意味の問題ですか。そのまま日本語そのままって入れていくっていうのがすごい面白いなと思って。そうですね、ニュースペーパーウーマンだけど新聞女と言われてました。すごいその感覚が面白いなっていう感覚っていうのが見えますけど、
なあのグローバルな話をしながら、グローカルな話をしてるような感じですね。どうなんですか、その和歌山を準備しながら、和歌山以外に、まあ、病院を調べたなというので、なんか見えてくるものとかありますか、ね、時代であったりとか、かかる意味合いとか。そうです、僕自身は別に和歌山のこだわっているわけでもないですし、まあ、どこでもいいかな、なんか、ね、誰が引いたのかな、その設定だけでもいいんですが、どこでやっても、まあ、いいと思うし、一緒に主演がされて、若い子たちなので、家族に入れてもできるかなと思ったりもしますし、まあ、そうですね、ただまあ、その歯科に、まあ、今映ってますけど、から見る和歌山と和歌山から見る和歌山というのはやっぱり違いますし、まあ、その辺、まあ、いいところも悪いところも見えて、まあ、和歌山でその悪いところといいところをちょっとぐちゃぐちゃとしようかなという思いにはなっています。今度は内容も和歌山サロンで、ね、そのお母さんかっこよく見えるなと思います。しながらでもやっぱりね、あの距離に関係ない部分がある一方で、まあ、ミユキさんにしてもこう、ゲハムも多分すごくいろんなものを感じられるし、まあ、あの関西圏であるんですけど、小川さんがこう、なんだろう、求められるままにいろんなところで活動されるのが非常に大事になるのかなと思いますよね。かなりそれはありますね。楽しいですし、どこ目指すんでしょうね、わかんないですね。どこ何を目指してるのかわからないですからね。そのあたり、柔軟さがもう小川さんの魅力である。帝国の中樹なんですけど、まだちょっとイベント自体が押してスタート、サブ押してスタートしたので、このままちょっとトーク続けたいなと思ってます。で、もしちょっと終電の時間とかも関係ありますので、ちょっとお時間皆様気にしながら、でもしちょっと難しい場合はもう、途中退席していただいて大丈夫ですので、皆様が良き頃合いを見計らって、もし終電がまだなかった、近い方はご注意ください。一方で終電を気にしない方がいたら、ぜひ注文的なものと、あと一方で何かここまでトークを今3時間大体話してますからね、2時間アメリカミクさんの顔もありましたけど、あとですよね、お待たせてください。グローブ向かってこう世界に通用するっていう意味ですか。世界に通用する、そうですね、いろんな捉え方ありますよね。その世界に通用する意味なのか、その何なのか、自分に何て言ったら帰ってきたボールをちゃんと受け取るってことは、やっぱミクさんはもうスプライスですね。男的にでもそう思いますね。ただそういうことじゃないかなと思うんですよ。だから別にニューヨークだとか和歌山市だとかっていうその距離感ではなくて、もうそのちょっと違うものがあって、そこでね、自分を仕事として語った上で相手がボールを返してくれるそうですね。そうですね。自然にやってるだけが分かんない。なかなかね、その地域変わるとやっぱりいろいろと人も変わるし、そういう地域の形態だったりとか事情とかもやっぱり変わってくる中で、その和歌山と滋賀というかなり違う土地感であったり違う考え方を持った人たちが集まっているような感じで、その違う場所でもやっぱりすごく人間関係を作るっていうことだったりとか、その柔軟性だったりとか、そこに入り込むその能力がすごいなっていうふうにちょっとお話を聞いてて思ったんですけど。そうですよね。普通にやってるんですけど。その普通がね、多分なかなか人にとっては難しい方もいらっしゃいます。それをどうしたらいいんですかって言われて答えれないんですよね。普通にやってるだけじゃ。ただ面白いな。難しいですね。難しいですよね。まあ、その中で時間的なところでいくと、まあ、小川さんが言うようにいいことを言ってくれたりとか、何ですかそれ。最後締めがね、私も体験した一部の無茶ぶり。その部品が、ちょっと分かる。俺も締めた。いやいや、多分今話してることっていうのは、お二人に共通していることを強引に僕が思うのは、なんだろう。上手い言葉じゃなくて、もうパワーがあるんですよ、お二人に。
それじゃないですか。それはもう全然そのアーティストであったりとか、そのプロデューサーみたいな人もうそれはもうそこで自信を持つべきだと思うから、それを踏まえてなんかサウンド的な感じで完全に僕なんか立ち回りでも言いますけど、なんかこう、まあ、今後どうしていくかとか、まあ、今後どういうことをしたいかってことを話してきたらいいみたいな、それはもう別になんかあのなんかまとまってない話だと思う。そうですね、まあ、今後の話は、まあ、直近で言えば先ほどねいろいろあるんですけど、その先の未来というか将来を考えたりなんか英語で言えば、はい、ちょっとそんなそうなんですよ。全然ね、こう想像もできないですよ、自分のことが実は先がどうなってる。でも、それでも面白いこととか、始まりたいこととか、まあ、続けていけば、なんか、いい将来になるやろなとか、まあ、それぐらいのもので、別にそんないい話もできず。まあでもそんな感じで、まあ、考えてます。だから僕はあまり遠い未来とかを考えてなくて、ちょっと先の未来を考えながら動いてあるので、そのちょっと先の未来が楽しい未来でありたいっていう、それぐらいの現状で動いてます。だからあまり先を考えても絶対ね、未来は環境とかいろんな問題で変わるわけなので、まあ考えるとちょっと先を見て、いいこと言うてね、思いますか。ありがとうございます。まあそんな感じです。はい、そんな感じで、まあ日々失敗をしなければいけないです。そんなお母さんに皆さん拍手をお願いします。すごい緊張してはったんでね。そうそうそう、まああまりこんな機会ないまあ、ゆきさんで使命が田中さんでいいじゃないですかね。僕ですか。いやいや、めっちゃ逆です、逆です。はい、さんで最後で一応ワンオンのイベントなので、いやいや、じゃあ、ゆきさん。そうですね、私にとってのアートはなんか精神の修行の場やなと思っているので、なんかでもそれで多分ね、会社員の人も主婦の人も何ですかね、何屋さんでもなんかその仕事を通じてなんかこうね、心が磨かれていくような修行をしてるんじゃないかなと思うので、なんか私はそう思ってね頑張ろうと思ってるので、なんかそのジタバタしている姿をなんかそのままみんなに見てもらえたらいいなと思ってます。今日は周年限定まで来ていただいてありがとうございます。そうですね、ワンオンというのを7年半やっているといろいろと思うことがあって、今日はそう咀嚼するために、まあ、大先輩の、まあ、三村さん、三浦さんにいろいろお話を伺ってたんですけど、まあ、思うのはやっぱりこうアートとかアーティストっていう言葉を、まあ、咀嚼するのも大事なんだけど、なんでしょう、やっぱり今みんな生きてるので、なんかその可能性みたいなものをやっぱりこう切り替えてくれるのがアートの力じゃないかなと思ってるので、一応ワンオンプロジェクトつくの10年はやりますし、もうちょっと続けるつもりなので、まあ、その中で、今日はこういうイベントをしてますけど、なんかいろんな人に支えられて今日があると思うし、その中でできることを一応中でやっていこうと思うので、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。これで終了で、はい、なんかうまくまとまったのにもかかわらず、私が荒らして帰るっていうのは、それは綺麗な終わり方ではないのでいいんじゃないでしょうか。そんな感じでちょっと忘れましたというか、嘘を巻きながらでございますけど、こういう場を作っていただいたら、ロスワンプラスウェストの皆さんに今日は拍手をお願いいたします。山田さんもお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、まあ、そんな感じで一応実感的なものが終わってますので、まずは飲み会という感じで時間に寄せてやってみましょう。皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご意見本日のイベントは全て終了となります。ではお店の方はですね、まだまだ